どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラスミステリーボーナスバイマイルキャンペーンっていうのがね始まりましたので、こちらね解説していきたいと思います。私のチャンネルでもですね、ユナイテッド航空のこのバイマイルのキャンペーンはですねちょこちょこ動画にさせていただいてるんですけども、今回はですね 60% から 100% のミステリーボーナスっていう風になっておりまして、こちらねログインしてみないとわからないっていう感じになっておりますんで、ぜひね気になる方はねチェックしてみていただけたらなという風に思います。ユナイテッド航空のねバイマイルのページに行けば、じゃあ何パーセントボーナスマイルかねわかるっていう風になっておりまして、ちなみになんですけども私もですねログインしてみて確認したところ 60% ということで、まあ残念ながらね多分最低ボーナスなんではないのかなというふうに思うわけなんですけども、中にはですね 100% ボーナスマイルね来てる方もいらっしゃるみたいなので、今回ね解説やっていきたいと思います。今回のねキャンペーンなんですけども 80% ボーナスマイル以下の方はですね2020年に入ってからですねかなりこのユナイテッド航空のマイレージプラスのバイマイルキャンペーンっていうのは回数がね多くやっておりますので、まあもしね 100% 来てないようであればですね、ひとまず今回見送りでもいいのかなっていうふうに思います。まあ確証はないんですけども、おそらくですけどもねまた 100% ボーナスマイルもね、まあ、今回ミステリーボーナスっていう感じですけども、普通に 100% ボーナスのねキャンペーンも来るかもしれませんのでね、まあそれを待ってもまあいいのかなっていうふうに思います。今回の動画でユナイテッド航空マイレージプラスの基本情報っていうのも一緒にね紹介させていただきますので、もうね知っているよという方はこちらの動画の概要欄に告知機能を導入しておりますので、時間クリックしていただいて見たい項目からね見ていただければなというふうに思います。それではですねまずねユナイテッド航空の、マイレージプラスの基本情報なんですけども、まずね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA の特典航空券が発券することができます。特典航空券は、誰でも発券可能、片道も発券可能というふうになっております。まあ誰でも発券可能ということですんで、 ANA マイルはね JAL マイルなどの親族の方じゃないと発券できないみたいな縛りはありませんので、友達とかね発券っていうのもできるっていう風になっております。またね、マイルの有効期限は無制限っていう風になりましたので、数年経ったらねマイルが失効するみたいなねそういうのはなくなりました。必要マイル数なんですけども、距離にして800マイル区間は5500マイル、この800マイル区間以内っていうのは羽田でいうと福岡とか札幌、大阪でいうと那覇とか札幌っていう感じで、800マイル区間以内はですね片道5500マイルからね発券することができます。またね801マイル以上の区間はですね9000マイルっていう風になっておりまして、こちらは羽田から沖縄とかねそういう路線が対象になるっていう感じですね。またねこのユナイテッド航空のマイレージプラスのおすすめの地域がありまして、伊丹空港から発券するとですね、伊丹から沖縄、伊丹から札幌、5500マイル区間でね発券することができますので、伊丹空港ねメインで利用されている方はこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはかなりね使い勝手がいいマイレージサービスっていう風になります。またですねユナイテッド航空のマイレージプラスで一番おすすめなのはですね、羽田札幌で検索した場合に羽田大阪札幌みたいなねそういう経由便みたいなのがね検索でヒットしてきます。あの乗り継ぎがですね20時間とかね、まあ、そういう長い乗り継ぎのフライトも選択することができてですね、羽田札幌にね旅行に行く場合であっても、大阪でね飛んでから札幌に行くとかねそういう利用の仕方も切るんですよね。あのユナイテッド航空はですねスターアライアンスで ANA とね同じグループに所属しておりますので、経由地のねラウンジとかねそういうのを、利用するっていうこともね、できちゃうっていう感じになるんですよね。またねこのユナイテッド航空の、マイレージプラスだと ANA 側でねまだ発券できない期間、まあ半年以上先の国内の特典航空券っていうのもこのユナイテッド航空のねマイレージプラスだとできてしまうっていう感じなんですよね。これはねなんでできるかわかんないんですけども、まあおそらく国際線扱いになっているのかなっていう感じで、まあ利用できちゃうんですよね。それでですね特典航空券を発券する場合、当日から20日間以内の券、まあ搭乗ですね、緊急発券手数料っていうのがね必要になりますんで、こちらね今年
ですね、制度が結構コロコロ変わってですね、今現在はプラス500マイルでね発券することができます。またね当日発券でもねできるっていう点でも、このユナイテッド航空のねマイレージプラスっていうのはかなりね強みだというふうに思っております。次にね変更キャンセルなんですけども、搭乗の61日以上前なら75ドル、搭乗の60日以内なら125ドルのね手数料がかかります。またね発券から24時間以内は無料っていう風になっておりまして、国際線利用時燃油サーチャージがねユナイテッド航空に関してはかからないマイレージサービスっていう風になっております。で注意点がねあるんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスは ANA のね国内線の発券ができて、必要マイル数がねすごい少なくてね、国内線に関してはすごいね使い勝手がいいマイレージサービスなんですけども、長距離路線になるとですね必要マイル数が一気に上がりますんで、この点をね本当に注意していただきたいなというふうに思います。東京ニューヨークのねビジネスクラスとかで発券すると、片道だけでね8万8000マイルとかねかかってきてしまいますので、片道ですからね。 ANA の場合はビジネスクラス東京ニューヨーク8万マイルからねビジネスクラス発券できますんで、こちらは往復っていうふうになりますんで、国際線の長距離路線に関してはねかなり多いっていうのはね、まあ、分かっていただけるかなというふうに思いますので、長距離路線のね国際線っていうのはまあ今はね、まあ、利用する機会ないと思うんですけども、発券するっていう時はですねかなり注意していただけたらなっていうふうに思います。それではですね、今回のユナイテッド航空のマイレージプラスステリーボーナスバイマイルキャンペーンのですね期間がもうすでに始まっておりまして、2020年の8月28日まで、ボーナスマイルは1アカウントにつき年間17万5000マイルまでが対象、購入したねマイレージサービスの付与時期は購入から48時間っていうふうになっております。今回のねボーナスマイルについてなんですけども、購入するマイルがですね少なすぎると 100% のボーナスがねつかないので注意していただけたらなっていうふうに思います。4000マイルまではボーナスマイルなし、5000マイルから1万4000マイルまではボーナスマイル 30%、 1万5000マイルから3万9000マイルまでがボーナスマイル 50%、 4万マイルから8万7500マイルがボーナスマイル 100% っていうふうになっておりますんで、もしね 100% ボーナスマイル来ている方であれば、違いなくね 100% 以上のね、まあ、4万マイル以上をね購入することをお勧めしております。それではですね、購入例の計算ね見ていきたいなというふうに思うんですけども、今回ね 100% ボーナスマイル4万マイル購入すると 100% ボーナスマイルということで、4万マイル購入で8万マイルがね獲得できるっていう感じになります。購入金額は15万196円っていうふうになりますんで、こちらマイル単価はね 1.98 円っていうふうになりますんで、まあ一般的にはですねマイルの価値っていうのは2円程度っていうふうに言われてますので、購入検討されている方いらっしゃいましたらですね 100% ボーナスが来てる方に関してはかなりおすすめだなっていう感じになります。でまたね8万マイルあればですね、東京福岡札幌路線とかですね、片道1人だと14回、往復だと7回往復できるっていうマイル数になりますし、まあこれがねご夫婦とかであれば、まあ、往復3回分がね、まあ、利用できる、マイル数っていう風になっております。一応ですね東京札幌のね購入画面ねこちら載せておきますけども、こちらね今年の11月ぐらいで検索した東京札幌の往復ですね、大体まあこのぐらいの金額かなっていうことで、まあ結構ねこの時期ということで価格は安くなっております。それでも、1人ね31,920円ということで、2人でね 63,840円ということですんで、3回利用するっていう考えるとですね、まあ大体19万円ね、超えてくるっていう感じになりますので、 ANA でね優勝で発券するよりかは、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのボーナスマイルでね購入した方が現金的にはね安いっていう感じになっております。またね先ほども言いましたけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスは有効期限というものがありませんので、そういう意味ではですね、まあ利用しやすいかなっていうふうに思います。でこちらねユナイテッド航空の今回のボーナスマイルね購入を検討されている方はですね、ぜひ、アメリカ版のポイントサイトトップキャッシュバックっていうのをね経由して、購入することをお勧めします。まあこちら経由することによってね 2.5% 還元が受けられますので、この受けられた還元はですねペイパルとかでね出金することができますので、ペイパルっていうのは銀行などにね出金することもできますし、ANA の国際線とかでもね支払いなどに使えますんで、ぜひねこのトップキャッシュバックっていうのをね
経由して利用してみていただきたいなというふうに思います。利用方法はね結構簡単で、URL は動画の概要欄に載せておきますので、まあ、そこからねログインしていただいて、一番上のね検索バーでポイント .com っていうのをね検索していただきます。そうするとですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの案件がですね出てきますので、そちらね経由していただいて購入するっていう感じになります。まあ 2.5% ということなんで、まあ、すごい金額がね返ってくるわけではないんですけども、まあ、ビビたるものでもですね、キャッシュバックが受けれるものに関してはですね、ぜひね積極的に狙っていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスミステリーボーナスマイルキャンペーンね、解説させていただきました。まあ、今回ね 100% ボーナスマイル来てる方に関してはですね、ぜひね、検討していただいて、購入ね、して見ていただきたいなというふうに思います。今回の動画ねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信しておりますので、もしねチャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。